どうも、ワニです。今回はですね、こちら、神奈川県横浜市にございます横浜金魚さんというね、観賞魚店に来ております。こちらですね、まあ、あの名前詐欺のお店でして、横浜ではあるんですけども、金魚が一匹もいないというね、面白いショップになってるんで、いろいろ中を見させていただこうかなと思います。店内はこんな感じで、本当に所狭しと、水槽が並んで、お魚がたくさん入っております。こちら店長の健吾さん、まあ、以前ね、一緒にタイに行ってね、ガサガサをして、あのベタを捕まえたりとかね、そういろいろご案内いただきました方が今、店長さんのお魚でございます。でも自分で捕まえてきたベタを販売とかもここでされてるんですか？そうですね、ちょっと今は在庫の方がないんですけど、あの、まあ、コロナの関係で行けないっていうのもあるので、それが落ち着いたらお店の方でも行きたいなとは。なるほど、いいですね。自分で捕まえたベタを売ってるってなかなか多分ないと思うんですよね。で、お店にいる魚が今もう全てがベタ。そうですね、今は、ね、在庫が全てベタになってます。ものすごい数のベタがいますけども、これ今全部で何匹ぐらいいるんですかね？店頭の水槽に出てる数としては、だいたい400匹ぐらいっていう感じになってます。あとは、まあ、あの裏の在庫でだいたい1500匹ぐらいっていう感じ。うお、すごいですね。いや、ちょっとそのベタをいろいろと見させていただきたいと思います。なんかどの子もめちゃめちゃ綺麗でかっこいい子ばっかりですね。そうですね、一応まあ現地のブリーダーさんがちゃんとブリードしたやつをさらにうちの方でもセレクトして輸入してるので、ああ本当に質はいいやつが揃ってると思います。超厳選個体ってことですね。そうですね、ダブルチェックで。なるほど、こんなになんかまあ綺麗な個体を厳選してたくさんのベタを置いてるお店って他にないですよね、なかなか。そうですね、そんなに多くはないと思います。日本一のベタ屋さんということで目指してます。はい、ベタ買いたいやつはここに来いということですね。そうですね、来ていただければ多分ご満足はいただけるかと思います。でベタってなんかいろいろ品種みたいなのがあるじゃないですか、はい、それいまいちよく分かってないんですけど、ちょっと教えてもらってもいいですか？はい、これがなんかよく見る感じのベタですよね、この子はね。そうですね、一般的にトラディショナルとかって呼ばれる、あ、ベールテールって呼ばれる形の品種ですね。この子がやっぱ一番お安いんですか？そうですね、その子たちでうちだと一匹1000円ぐらいからっていう感じになってますね。いや、これでも十分綺麗ですけど ね、 ね、その隣とかもいいのがいっぱいいるんで。こういう青い子とかも普通になんかよく見る子な感じですよね。こっちのちょっとなんか色が変わってる感じの子とかはちょっといいやつなんですか、これは？そうですね、その子たちは、まあ、左の今映ってる子がキャンディーっていうカラーリングになってまして、へー、あのまたちょっと最近出始めたベールテールのカラーリングです。濃いみたいな感じですよね。そうですね、はい。わ、こっちもまたなんか面白いですね。こっちの子は、まあ、うちだとキャンディーレインボーっていう名前で販売してます。へー、でこっちの子はなんかちょっとヒレが短めと言いますか。そうですね、その子たちは、まあ、プラカットって呼ばれる品種で、ああ原種のベタに一番近い形の商品になりますね。これはあれですか、一匹一匹丁寧に健吾さんがヒレを切ってこういう形にしてるんですか？そうですね、最初はバサバサなんですけど、それをちょっとこうカットしてヒレに整えて色もちゃんと染めました。こういう風に品種改良されたやつってことなんですか？そうですね。でもなんかベタといえばなんかヒレが長いのが魅力みたいな感じだと思ってましたけど、こういうのも人気なんですか？そうですね、その辺の子たちやっぱり扱いやすいっていうのがすごく大きくて、あのヒレが欠けたりっていうトラブルがあんまりないので、あ、なるほど、そういう点ですごく人気はありますね。へえ、綺麗だな。動きも機敏なので見てて楽しいと思います。あ、なるほど、はい、ヒレがやっぱ長い子とかはあんまり泳ぎが得意じゃないとかあったりするんですか？そうですね、やっぱりその流れが強かったりすると煽られちゃったりするので。あ、でこっちの子らの方が泳ぎが上手なんですかね？はい、泳ぎはこっちの子たちの方が上手だと思います。で、こういう子らは、はい、この子たちはハーフムーンって呼ばれる品種ですね。さっきのプラカットのヒレをさらに長く伸ばしたタイプだと思っていただければ。はい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 、この尾びれの形がなんか月みたいだってことですかね？そうですね、はい、半月状に見えるのでハーフムーンっていう風に呼ばれてますね。あ、で、この子があれですか、喧嘩でヒレがボロボロになっちゃった感じの？いや、あのクラウンテールっていう品種で、はい、こういう形なんですけど、面白い。ハーフムーンとかみたいなヒレの長いタイプの品種の、はいはいはい、そのヒレの膜が、あのちょっとなくなったタイプの品種になりますね。面白い。これはこれでめちゃめちゃ綺麗ですね。あの開いた時のギャップがすごい面白いので、いろんなベタがいるんですね。そうですね、もう本当にあの日進月歩というか、はいはい、毎月新しい品種が出てきてるので、へー、世界今すごい熱いと思います。
この子もなんか普通と違うんですか？そうですね、その子たちはダンボって呼ばれる品種で、胸びれが大きいのが特徴ですね。ああ、確かにちょっと大きめですけど、そのネーミングは大丈夫ですか？訴えられないですか？多分昔からあるんで大丈夫なんじゃないですかね。まあ、あの象の耳みたいに見えるんで、ダンボとか、あとは向こうだとビッグイヤーとかエレファントイヤーって呼ばれたりしてますね。なるほど。尾びればっかりじゃなくて胸びれの進化もあるんですね。そうですね。でなんかジャイアントってのもいるんですね。そうですね、あの普通のプラカットを大きくしたタイプの品種になりますね、はい、こっちが普通のプラカット でこっちがでかいだいぶもう 2,3 倍の体格差ありますね。そうですね、同じ魚とは思えないようなサイズ差があるんで、大きい子を厳選して作った子なんですかね。そうですね、はい。ジャイアントいいな、でっかくてあの迫力もあるし。プラカット以外のジャイアントってのもいるんですか？そうですね、ハーフムーンとか、あとは最近だとさっきのトラディショナルのジャイアントだったりとか、はい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 、クランテンのジャイアントとかっていうのも出始めてはいますね。やっぱジャイアントの方がちょっと飼いやすいとかあるんですかね？体質的には丈夫な印象はありますね。体力があるので、はいはいはい、病気になった時とかに治るのは早い感じがしますね。このなんか地味めな魚も、これベタなんですか？そうですね、それもまあ、あの種類は違うんですけど、同じベタ族の魚になりますね。へー。これがいわゆるワイルドベタって呼ばれる、はい、あの実際に現地の東南アジアのボルネオだったりとか、はい、海岸とか、あの辺の川とか沼にいるような種類になります。あ、これが原種なんですね。そうですね、まあ、あの一応原種のベタっていう感じで。へー。まあ、でも本当よく見るとね、しっかりなんか鱗に輝きがあって綺麗ですね。ヒレとかもよく見ると結構綺麗なんで、これはこれでちょっとマニアックな魚でもあるんですよ。この子もワイルドですか？その子たちはワイルドフォームっていう風にうちでは呼んでて、はい、ワイルドの特徴を残して色を綺麗にした感じの品種になります。ワイルドの特徴って何なんですか？ヒレがちっちゃいだったりとか、あとは、まあ、あのベタって呼ばれる魚すごいいっぱい種類がいるので、その種類ごとの特徴を残して改良したっていう感じになりますね。なんかよく知るベタじゃないですけど、すごくこれも綺麗ですね。そうですね、その動きも機敏ですし、光の反射の仕方も小ベタとかとはちょっと違った感じなので、あの小ベタ飽きた人には面白いかなとは。これはこれでいいな。ほんでなんか、まあよく言うその小ベタってなんか、まあ作り物みたいななんか、あの美しさですけど、これは本当にこういう魚いそうだなっていう美しさありますね。そうですね、ちょっと原種っぽいやっぱり美しさがあるんで、俺こういうの好きかも。ベタってね、なんかこういうちっちゃい水槽でろ過装置とかもつけずに飼えるみたいな、お話の魚ですけど、実際これで飼えるもんなんですか？そうですね、まあ、あの現地でもちっちゃいウイスキーの瓶とかに入れられて育てられてるので。あ、それ育ててるんですか？はい、ブリーダーさんとかも。そうですね、だからこの環境は別に彼らに対して決して悪く、悪い環境ではない。じゃあなんか本当にもう素人みたいな質問なんですけど、はい、ベタの飼い方ってどんな感じで飼えばいいんですか？まあ、基本的にはこういう形でやっていただくのがいいと思うんですけど、はい、まあ、まあちっちゃめの水槽に魚と水を入れていただいて、あとはあのできるだけ水を交換するっていうことと、餌を多めにあげるっていうことが大事かなとは思います。あ、餌多めに、はい、やっぱりその大きいヒレを維持するために、はいはい、あのエネルギーをすごい使うので、餌を本当にいっぱい食べさせてあげた方が。まあ、なんか餌ってその、まあ、普通に熱帯魚用の餌とか市販で売られてると思うんですけど、そういうのでいいんですか？一応ベタ用の餌っていうのがあるので、はいはいはい、そういうのを使っていただいて、あとはあの栄養素とかを見ていただいて、あんまり植物質とかが多い餌は良くないと思います。あ、結構動物質がいいんですか？そうですね、はい。そうなんだ。水替えってどれぐらいの頻度でしてるんですか？水替えはうちのお店だと大体2日に1回ぐらいのペースで水を交換してます。結構本当に頻繁に、はい、そうですね、それで 100% 交換する感じで水替えをしてます。まあ、こうやってそのろ過装置とかつけずにやって、それぐらいの頻度だと思うんですけど、はい、ろ過装置とかつけたらもうちょっと少なめでも大丈夫だったりするんですね。そうですね、もうちょっと引っ張ることはできると思うんですけど、まあ、そのフィルターを使うっていうのはやっぱり病気のリスクも上がってしまうっていうことがあるので。あ、そうなんだ、はい、やっぱそっか、フィルターにかかんないようなちっちゃなゴミとか菌とかも取り除けないってことですよね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ店長さんのこのお店にたくさんのベタがいる中での、はい、おすすめのトップ3とかってありますか？はい、ご用意しました。こちらですか？はい、そちらの3匹になります。あ、この子なんか赤と青で綺麗ですね。なんかドレスみたいな色してて。そうですね、その子は、はい、カッパレッドサムライとかっていう名前で、はいはいはい、あの入ってきてるんですけど、はい、あの尾びれ赤 で、はい、であの体の上部がカッパ色になってて、ボディは黒っていう
あのすごい珍しい配色をしてる個体ですね。この子好きなんですか。めちゃくちゃいいと思います。でこの子も、はい、おすすめの個体。そうですね、その子も、まあ、カッパーなんですけど、うん、ファンシーカッパーとかって呼ばれるカラーリングで、はい、あのこの子はヒレとかにオレンジが入ってるちょっと独特な配色になってますね。ヒレちょっと透けてますね。はい、そうですね、ちょっと黒地に先端がクリアフィンになってるので、これはまた綺麗ですね。すごい綺麗ですね。で尾びれの形も、はい、これあのハーフムーンなんですけど、はい、ローズテールとかって呼ばれる、あのフリルみたいな形になってる、すごいゴージャスな形なので、あ本当にバラみたいですね、はい、で最後にこちら、はい、とベールテールのキャンディーレインボーっていう品種ですね、はい、あこれもまだ独特の色してますね。そうですね、ベールテールでこの色っていうのはすごい珍しくて、はい、僕もこの色のベールテールを見たのは初めてですね。へ、白地に青と赤、はい、いいですね。珍しさっていう意味でもすごい面白いと思います。うーん、ワニさんはここまで店内いろいろ見ていただいて、はい、この子がいいなとかっていうのはあったりしますか。じゃあ私のトップ3をご紹介しましょう。俺まずこいつですね。こういうあの恋ベタっていうんですよね、こういう3色のコラのこと。そうですね、うん、その子はジャイアントプラカットの、まあ、恋だったりとかっていう感じのカラーリングですね。この子本当に恋っぽい色模様で俺好きですね。次この子ですね。この子もなんかすごいメタリックな独特の体しててめちゃめちゃかっこよくないですか。その子もカッパーバタフライって呼ばれるカラーリングのメタリックのやつをカッパーっていうんですかね。そうですね、あの銅色のことをカッパーっていうんですけど、うーん、俺このカッパーっていうそのメタリックのやつ好きですね。本当にかっこいいな。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、その子は背びれとかにも赤い点があって、はい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 、ちょっと入ってますね赤がね、はい、あとラストこの子ですかね。この子の青いメタリックな感じ、鱗もメタリックですけど、なんかヒレもメタリックな感じで、そうですね、めちゃめちゃかっこいい。ボディはターコイズブルーって呼ばれる、はいはいはい、でそれに黄色いヒレで、はい、マスタードガスとかって呼ばれてる品種ですね。マスタードガス、はい、毒じゃないですか。そうですね。これかっこいいな。まあ、今回トップ3こうやってね俺選んだんですけども、本当に他にもねもっとトップ3入りさせたいような子がいっぱいいて、魅力的なベタばっかりなので、ベタに興味があるって人はね一度このお店に来てみるといいと思います。でこの店長の健吾さんはねあの自分でタイでベタを捕まえてるし、市場に行ってねもう現地のベタを見に行ったりしてるぐらいの本当にプロの方なんでね、まあ、本当にもうベタはもうこの人に聞けという感じの方なんで、ぜひ一度来てみてください。ぜひご相談いただければ。今日はね、あの横浜金魚という名前のベタ専門店の方に来させていただきまして、いろいろとお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ここのお店はなんか営業日時とかどんな感じになってますか。はい、一応木曜日が定休日になってまして、で平日は14時から20時まで、はい、で、休日と祝日ですね、土日祝日が、12時から20時までという形になっております。こちら本当にね、いいベタだらけだったんで、もうこういうベタ欲しくなっちゃって俺もちょっとね、2匹買わせていただきましたので、ありがとうございます。飼育していきたいと思います。そしてなんと、今回こちらの動画を見ていただけた方になんかいいことがあると。はい、ワニさんの動画を見たとご来店でお伝えいただければ、お会計の方ですね 10% オフにさせていただきますので、ぜひこの機会にご来店いただければと思います。ありがとうございます、はい、じゃあぜひ ね、はい、ちょっと期間の方2月いっぱいっていう形にさせていただきまして、はい、ぜひ皆さん来てみてください。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。こちらこそありがとうございました。先ほどの店舗は横浜金魚本店だったんですけれども、神奈川県横須賀市の京葉デイツー栗浜店内に、こちらのね、横浜金魚栗浜店というお店もございまして、こちらはね、様々な熱帯魚や、厳選された金魚がたくさん、販売されておりますので、ぜひこちらの方もね、行ってみてください。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また、次の動画でお会いしましょう。